なちゃん、こんにちは。くん、くん、こんにちは。太平洋クラブ、成田コース、アウトコースを練習していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日も練習していきたいと思うんですが、はい。実は、つい先日ですね、はい。あるドラコンプロに、はい。とっておきの飛距離アップ法を教えていただきました。はい。その動画の、内容はここでは言えないんですが、はい。まあ、あと後日動画が出ますんでね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい。まあ、まっちゃんが教えてもらって、現場では丸々ヤード伸びたみたいな感じだったんで、いやー、もうちょっと初速も、あー、んっちゃっちゃったっすね。そうそう、本当にでも皆さんが簡単にできるヘッドスピードアップ法を教えていただいたんで、はい、ぜひ、その動画ね、ご視聴いただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ今日は、まあそれも含めてなんですけど、まあ、はい、成田コースをね、練習していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあまあ軽くコブを越えていきたいと思います。上がったぐらいじゃ越えないんで。上がったぐらいじゃ越えないですね。僕より遅かったんで。ヤッホさんを越えたかなと思ったんですよね。はい。調子こいてますわね。調子こいてました？調子こいてました。はい。本当ですか？すいません。よし。ちょっと当たんないと思いますけど。まあ、しっかりやってね。はい。ください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。風ちょっと左からですかね。ここ、いや、まあ、そういうことありますよ。そういうことあります。測定不能ですね。飛んだと思うんだよな、今。いや、飛んでなかったんだけど。いや、それぐらい、スイングが変わったってことです。はい、いや、ちょっと言い訳みたいになっちゃうと思うんですけど、はい、コントロールしなくなりましたね。うん、そうだね。はい。はい。あなたの人、何のコメントも出てこない。だから、これ、皆さん絶対ネガティブにならないでください。はい、かなりポジティブなことなんで。ということで、よろしくお願いします。私はですね、ちょっと今、シャフトのしなりのフェーズに入ってまして、はい、まあ、ドライバー 6S、そしてアイアンもチェンジしたと、はい、いうことで、UTT アイアンも少し変えてみようかなということで、まあちょっと動画には出てなかったと思うんですよね。この AMT の S200 の入ったスリクソンの、はい、ZX Utility Mark II ですね。はい。4番、23度をね、ちょっと打っていきたいなと思います。ちょっとアイアンのシャフト変わったんで、はい。ちょっとしなる方がいいかなと思って、眠ってたこいつを持ってきました。では、よろしくお願いします。お願いします。しなってますね。しなってるよね。ここだ。ちょっともう一球っていいですか。はい。ちょっと今4番やんとどこに落ちるかが分かんなかった。ちょっと分かりづらいですよね。はい。あとやっぱりこのスリクソンのユーティリティは、すごい上がるから、はい。飛距離がね、測定不能だね、まだね。だ次の2番ホールとかに行くと、うん。分かりますね。分かりますね。もう一球っていきます。しなりのフェーズに入ってるんで、球が上がりすぎてますね。どこだ見えないですよね。まっちゃん、一応打ちます？どうします？もう一球打たせてください。打ちます？リベンジ。リベンジね。はい。はい。リベンジっすね。ちょっと、忘れちゃったな。体が。ただね、その練習法あるんですけど、はい、やりたいんですけど、ちょっとまだ動画出せないんで。そうなんですよ。はい。そこなんですよ。あとですね。はい。その、本当に誰でもできるような、うん、本当に、ことなんですよね。そうなんですよね。本当に誰でもできるようなことなんですけど、それをやって、筋肉痛になってます。そうだよね。はい。え、なんですか？今、和子さん今なんか言おうとしたんで。大丈夫、大丈夫です。大丈夫ですか？いや、本当に、はい、このことで、うん、あ、自分の体筋肉痛になるってことは、よっぽど、使えてないというか。うん、そうですね。はい、うん。意識がなかったんだなっていう。語るね。言いすぎですか？語る。語ります？うん。語る。
ったからにはいいショット打ちたいですよね。よし、行きます。あ、右ラフ行ったら、測定不能ですね。測定不能ですね。はい。ちょっと行きましょうか、向こうね。でも右に行った時は、はい、いつも段の上にキャリーしてたと思うんですよ。はい。それが今、段の上ではなかったですね。そうですね。はい。ちょ、軽いっすね。軽いっすね。なんかもうちょっとフォローないですか。いや、なんかまっすぐ行かないよね、と思って。いや、なんかまっすぐ行かないことが、はい。こう変わってる証拠ですから。そうですね。はい、ポジティブに行きましょう。ポジティブに行こうぜ。はい。ちょっと皆さんね、だいぶもう、まっちゃん大丈夫かなみたいな感じになってると思うんですけど。そういうことですね。大丈夫です。大丈夫ですからね。シーズンオフです。はい。シーズンオフなんで、まあ来季に向けてね、はい、しっかり頑張るということなんで、はい。やっぱり、飛距離アップをまずね、して、で、今回ね、そのプロの方にも、はい、ドラゴンプロの方にももう責任を持ってということで、はい。先ほど LINE してたんで、はい。まあ、かなり期待できるんじゃないかなと思います。いやー、ちょっとだから、この、本当に、今回引きでアップする、この過程を、はい、これなんか動画に収められるんじゃないかなと。そうですね。はい。まあ、企画としてやっていきますし、はい。本当に素敵な方々だったんで、はい。これからも長いお付き合いをお願いしたいなと、思っております。はい。ちょっとそうですね。できれば方に、この動画見ていただきたいんですけど。多分見てると思うんですけどね。はい。今までで一番飛んでない球です。最短飛距離を。最短飛距離をちょっと先に出しちゃったんですけど。はい、これ、拾いますか？拾います。ここのところに行きましょうか。はい。ちょっとすいません。最短距離を出しました。最短距離直してください。その方は、多分見てくださってると思うんで。まあ本当に、まあ、トレーニングとかもね、はい、していただけるということで、今度はその方のスタジオにもお伺いする約束しましたんで、はい。非常に楽しみ。そこで、まあ、ちょっと僕は行けないんですけど、そうですね、まあ、まっちゃん一人で行くんで、お先に失礼します。そうですね、はい、しっかり動画撮ってきてもらって、はい。まあ、もう、がっつり、がっつりね。お願いしますということで、はい。はい、言ってありますんで、多分そのためのメニューとかも今、こう、はい、組んでいただいてると思うんで、うん、楽しみですね。いや、もう、はい、変わる気しかしてないですもんね、うん、今。変わる気しかしてないよね。変わる気しかしてないです、うん。なんかもう、別に今までのが、はい、こうダメだったとかそういう話ではないんですけど、うん、こう、結果が分かりやすいし出やすいような。そうですね。そういう感じがしてて、うん、なんか、ここの最近の僕に、こうスッとハマりそうな。そうですね。はい。そういう予感がしてるんで。そういう予感がしてますから。はい、この過程を動画に収めて、はい。皆さんも、なんかこう、一緒に、飛距離アップしていただきたいですね。はい。はい。やっていきましょう。お願いします。ということで、私のボールを分かりやすいところにね。はい。すいません。僕、右のラフを、はい。一生懸命映してたんですけど、はい、フェアウェイです、ね。まあ、出てきたんだと思うんですけど。そうですか。はい。すいません。で、この動画、で、またね、ちょっと、募集したいなと思うんですけど、はい。8月の6日、はい。そして8月の9日に、僕たちのコンペがあります。はい。8月の6日が、千葉県の成田東カントリークラブで、コンペと。はい。で、9日は、三重県の、リンホーゴルフクラブ様で。レイホー。レイホー。どこから出てきたんでしょうかね。どこから来たんだろうね。レイホーゴルフクラブ様で、はい、コンペがあります。はい。で、これ募集してますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、ちょっとね、今回ちょっと複雑な、その申し込みになってるんですけど。はい。まあ、一緒に回れる方と、回れない方で値段が変わってくるんですね。はい。で、申し込んでいただいて、で、申し込んでいただいた人の中から抽選で一緒に回れる人、回れない人を、こう、決める。はい。で、そこから、まあ、入金していただくって形になりますんで、まあ、ぜひね、一緒にその場を楽しんでゴルフしたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あと、8月の、19日、20日でしたかな。はい。で、大阪の方で、はい。大阪と兵庫県で、まっちゃんとのハーフラウンド会を、はい。こう開催しますんで、はい、それは僕ちょっと試合で行けないんですけど、まっちゃん行きますんで、ぜひそちらの方も、申し込みフォーム貼っときますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんの応募お待ちしております。お願いします。はい、ということでここから、199ヤード。ち
ちょうどいいですね。ちょっと4鉄打ってみようかな。少しつま先上がりですか？はい。で、アゲンストじゃないですか。はい。まあ、これでどこぐらい行くのかって感じですよね。おー、まあ、オーバーしていくのか。うん。手前なのかってことですね。雰囲気的にはショートしそうだよね。そんな感じがしてます。うん。はぁ、筋ってる。オーバーしたかな？オーバーしましたね。まあ、ほぼ横ぐらいに落ちて、はい。まあ、5ヤードもオーバーしたかどうかなっていう。そういう感じ？じゃあ200、はい、アゲンストが210ぐらいの感覚だね。はい。じゃあ、まあ、やっぱり前のあの、あいつなんだっけ？コブラか。はい。あれとあんま変わんない感じか。ちょっとアップに本気出すですね。あ、これペラった。これちょっとペラったですね。うん。もう一球いいですか。あれ、あ、ここか。ちょっとアップに、今日はちょっとアップの調子悪いですね。まっちゃんの調子が悪いんでしょ。僕の調子が悪いですね。はい、なんかあの、風も微妙だな。いけないっすね。そうですね。大丈夫かな、はい。風も微妙なアゲンストなのか、砂利からなのかちょっとわかんないですけど。わかんないっすね。まあ、そうだね。ちょっと構えづらいな。顔が、うん。微妙なんですか、うん、コブラの方が。コブラの方が、ストレートだね。あ、そうですよね。うん、ストレートで、もう少し小ぶりに見えますか。そうだね。なんか、スリクソンのすごい左に向いてるように見えるな。僕なんかちょっと開いて構えるとちょうどいいイメージあるんですか？あ、そういう感じなんだ。はい。なんかちょっと違和感あるから、グリップをバックラインありにするか、まあ、コブラだけあの、まあ、コブラだけあのクラブでもいいけどね、シャフトでね。そうでも全然、多分な、飛距離的にも問題なさそうですよね。なんか、ユーティリティアイアンだからね、役割違うからね。確かにそうですね。うん、もう、こっから映してますね。あ、わかりました。うん、で、8番アイアンぐらいで。そうですね。はい。打ってきます。9番アイアンでいいんじゃないの？飛ばないんで。すいません。この辺ですからね。はい。フライヤーもしづらいと思うんですよね。あ、いきます。8番アイアンでいきます。まっすぐ、少し低い球。なんかすごい鈍い音がして、いや今少し上目に当たったんですよ。あ、降ったでしょ今。少し上目に当たったんですよ。火を認めないな。少し上目に当たったら全然飛ばなかったです。全然飛んでないね。はい。これがマッスルバックの威力と。これがマッスルバックですか。ミスがちゃんとミスになってくれますね。ほぼミスじゃん。じゃあまっちゃんの場合。そうですね。だから僕は相当アイアン助けられてたんですね。助けられてますね。まあ、この技術を高めていきましょうよ。はい、あ、ちょっともう一匹僕打っていいですか。はい。なんかそのスリクソンのアイアンね、そのブループリントのアイアンもあるんで、ピッチング打ちたいっすね。ピッチングっすね。うん。ここでも大きいんじゃないですか。まあ軽く。感触、シャフトの感触をね、確かめたい。うわ、すごいしなったな、今。すごい右に流されましたね。そういうことね。わかった。あの4番アイアンと、はい、こいつは、このシャフトは合わない。ダイナミックゴールドと、このこいつは多分合わないな。シャフトが違いすぎる。
なんかその、振るタイミングというか。そうだね。ちょっと違うんすか？全然違うから、ちょっとイメージ合わなかったっすね。ってことはもうコブラっすね。多分まあコブラだね。まあアイアンも、アイアンまあ多分これでいくと思うんで。やっぱこう練習してると、なんかね、やっぱりこういろんなタイミングが、こう、このアイアンはこれ、こういう感じとか、はい、っていうのを掴んでいかないといけないからね。でもこう最近試合が、まあずっと続いてるじゃないですか。はい。で、まあこういう、まあ撮影でのラウンドというか練習が、はい。まあちょっとこう減ったというか。うん、そうだね。はい。どうですか？なんかその辺の違和感みたいなとか。違和感が満載だね。やっぱ満載ですか？うん。その、まあ練習もちろん大切なんですけど、はい。やっぱりあの、試合の中で打つ一球と、はい、まあ、この一球ちょっと違うわけじゃないですか。はい。そうなると、なんか、振ってる感触とか、まあ、自分が、どういうミスするのかとかもあるんですけど、はい。なんかいろいろこう、違うんで、難しいですね。最近本当にあの、ミニツアー、多く行ってるから、はい。普通のラウンドよりミニツアーの方が多いからね。そうですよね。その感覚がちょっと。こういったまあ、アイアンでもこう何球かポンポンポンって打つの、うん、とかだったりとか、だから多少違いますもんね。違うね。うん。やっぱそう。特にまあ、ワッホーさんはそれを多分感じてるとは思うんですけど。そうだね。特に最近それが多いからね。これ僕、手前から転がってきた感じ。手前から転がってますね。かなり。かなり。うん。かなりですね。はい。相当手前です。100ヤードぐらいしか飛んでないですね、これ。本当に。夏ですね。夏？夏。夏ですね、これ。直しはっていいですか。夏だね。はい、グリーンが夏。グリーン夏だよね。はい。ああ、俺の4番アイアン横ぐらいか。これ拾っちゃっていいですか。あ、拾っちゃって、はい。ありがとうございます。横ぐらいか。横ぐらいじゃ200ですね。飛んでないね。これどれ打ちますか？このちょっと中途半端なやつ打とうかな。これ打ちますか。はい。グリーンは夏ですよ、夏。夏ね。はい。最近試合いっぱい行ってますからね、魔法さんも。そうだね。はい。夏ですからね。夏ね、これ。はい、夏です。オッケー。どうですか？夏だね。流行りますかね、これ。流行るかな？流行らせてみんなで。夏だねって。時々僕たち流行るワード作りますからね。たまにあるからね。はい。うん。一番流行んなかったのが敬意。敬意は一番ダメでした。敬意は動画初期から、動画の最初から言ってるけど。言ってることあんま変わんないんですよね。変わんないですからね。ねえまっちゃんが結構こう一番。ねえまっちゃんちょっと流行りましたね。流行りましたよね。ブームありましたよね。ブームありました。まあ、大サソリがね、一番こう。ああ、そうですね。僕たちの中では、かなりこう流行りましたけど。はい。まあちょっとまた、流行語大賞狙うようなね、ワードをやっていきたいなと。ナトゥ。ナトゥ。ナトゥしか使わないじゃん。この時期限定の。ということで、まあ今日は、まあ少し、4番アイアンと、はい、まっちゃんのアイアン、まっちゃんのアイアン、なんかあったっけ？僕のですか？今回アイアン、アイアン1回しか打てない。アイアン1回か。まあ俺のアイアンだね。そうですね。俺のアイアンがメインだったんで、はい、まあまっちゃんのアイアンがまたちょっと、取れれば、はい、取っていきたいなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回は飛距離をこう皆さんに見せたかったんですけどね、うん、そうだね、一番飛んでないボールをお見せしてしまったというか、最短、確かに最短飛距離を、はい、最短飛距離をちょっとこう出してしまったんで、まあ、な僕たちといえばやっぱ4番ホールですからね、飛距離はね、はい、飛距離測定ホールですから、そこの飛距離を測定してやっていくってことだね。1番ホールが今アゲンストが吹いてるんで、
アゲンスト。フォロー吹いてるんで、うん、4番ホールはアゲンストですね。でも風がやっぱり舞ってるね。セカンドで感じた風とこっちで感じる風全然違ったりね。そうですね。まあ、ちょっとなんか風が冷たくなったというか、気温が下がったんで、うん。だからちょうど風が変わるタイミングだったのかもしれない。あ、そういうことですね。はい。雨降るかもしれないですね。まあ、明日雨だしね。明日雨ですね。ね。まあ、そういうことで、ちょっとあそこのボールも拾わないといけないんで。はい。まあちょっとアイアン、まあそうだね。まああの、ピンのアイアンは、まあ引き続き使っていくとして。はい。まあ、ちょっとスイクソの4番やっぱり、うん、まあ、今の感じには合わなかった。なんかそのダイナミックゴールドとやっぱりモーダスの120全然違ったんで。はい。まあそこは、感触が違いすぎて、難しかったんで。一回やめて、またあの、元戻したいと思います。はい。よっしゃ。よっしゃ。